船で輸送されている途中のブラン王ォーケー、リップラン計画はソビエト連邦によって進められた最使用型宇宙央換気計画である。開発は1970年代からスタートし、1980年代から本格化して1988年11月15日に初飛行した。その後ソビエト連邦の崩壊により中止された。 ソビエトは超大国としての力の均衡を保つために、アメリカ合衆国のスペースシャトルに対抗する、再使用型宇宙を艦機を必要としていた。エネルギアは、再使用型宇宙を艦機ブランを打ち上げるために、設計されその特性上、他の機種がロケットの上にペイロードを搭載するのに対し、側面にペイロードを搭載するように設計された。エネルギアマイナスブランシステムの設計後、 それは同様に補助ロケットを重量物打ち上げロケットとしてブランを乗せずに使用することが検討された。この使用はブラン T という名称が与えられた。この使用では軌道へ到達するために上段ロケットが必要とされた。実際にはエネルギアの最初の打ち上げでは大型の軍用衛星をペイロードとして搭載した重量物打ち上げ使用で打ち上げられた。 エネルギアは1987年5月15日21時30分にポリウスを搭載して打ち上げられた。打ち上げに秒後に大きく揺れたものの、エネルギアロケット自体は問題なく打ち上がった。しかし、公式見解では2段目のエンジン不良により動部位の軌道投入に失敗した。ブランは1988年11月15日午前3時にバイコヌール宇宙基地から発射され、 206分間に渡り、無人で地球軌道を周回し、発射場所であるバイコヌール宇宙基地の滑走路に自動着陸を成功させた。予定では1992年に有人宇宙飛行を行うはずだったが、1991年12月25日のソビエト連邦の崩壊とともに、この計画は消滅した。1号機ブランは、 カザフスタンのバイコヌール宇宙基地に保管されていたが、2002年5月12日に、暴風にあい失われた。この出来事で作業員8人が死亡したとされる。また、2号機、プチーチュカ3号機、バイカルなど、いくつものブラン型派生モデル開発、製造途中だったが、これらも全て中止となった。現在は、バイコヌール宇宙基地内に設置されている。 博物館の園庭に試験モデルが保管されている。コックピットは当時のまま保存。その他はミュージアムになっている。ブランの試験機であるオーケーリは2000年にオーストラリアで展示された後2002年にバーレーンに引き取られ、しばらくの間放置されていた。2004年にバーレーンからドイツのシュパイアーにあるシュパイアー技術博物館に引き取られることが決定し、 2008年3月6日から同年4月12日にかけて船で輸送された。ブランには o、OK、k こちらは世界最大の貨物機として現役で活躍中である。また、一時は放置状態だったナス2 2 5が現役復帰する際にブランを商用衛星、打ち上げ用として復帰させる計画もあった。実際には実現しなかったが、ロシア政府は プロトンロケットの限界を超える要求が今後増加した場合に備えて、ブランを現役に復帰させる計画を持っており、計画も現時点で凍結に改められている。2013年9月には、ドミトリー・ロゴージン副首相がロシア南部で開かれた武器の展示会に出席した際、高度1万メートル以上を飛ぶ航空機は将来的に清掃圏を飛行する可能性を指摘し、 遅かれ早かれ時代を先取りしたブランのような計画に立ち戻らざるを得ないと述べ、旅客機としての開発再開もあり得ることを示唆した。ありがとうございます。